こんにちは、イモノレーダーチャンネルのたくさんです。今回はですね、メルタンが普段じゃらこを出すとどうもね、出現率が上がるんじゃないかっていう視聴者さんからの話がありまして、それをですね、今回試してみたいと思います。これでゲットできれば嬉しいですね。カードでしてゲット、コースを選んでね。メルタンだけまだ取れておりません。出てくるとは思えないので、3ゲームぐらいやって、まあ、出てきたら、まあ、ジャラコがもしかしたら、もしかするぞという感じですね。いきなりですね。次のポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ、君のポケモンを出そう。キャンボタンで決定。ジャラコ行きます。つながりなんで、レクザを出しました。気合いアップ、さらに気合いグーンとアップ、そして防御速報アップ、バトルスタート。ゴールドバーで応援するポケモンを選ぶボタンを押します。味方の攻撃、メガ進化チャンス、タイミングを合わせてボタンを押せ。5000近いですからね。虹色の数字を目当て、メガレックがいつ見てもかっこいいですね。
ょうか。やった、びっくりレベルだ。周りのポケモンが雄たけびを吹きつけた。お、ウルトラビーストだ。あれハミツロビー。今こっちが来ましたか。勝負はここですね。ポケモンの様子が進化チャンス。100円を入れるとポケモンが進化するよ。進化チャンスも出てきましたんで。ポケモンの変化が止まった。さあここでメルタを呼び出そう。残念。
ですね。いいバトルだったね。よかったらこれ受け取ってよ。おめでとう。先輩トレーナーからカオレディスクをもらったぞ。何もらえるでしょうか。演奏中ゲリッター完了。結果発表。今回のバトルスコアが出たぞ。バトルしてゲット。コースを選んでね。ジャラゴ投入、メルタン狙い2回目いきます。連れて帰れるよ。
おや、ポケモンの様子が、はい、進化チャンス。100円を入れるとポケモンが進化するよ。あれ、ポケモンの変化が止まった。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。おたけびじゃらこですよ。ちょっと期待しますね。周りのポケモンがおたけびを吹きつけた。残念ですね。いいバトルだったね。よかったらこれ受け取ってよ。ネッコアラ。結果発表。今回のバトルスコアが出たぞ。君が手に入れたのはこれ。はい、検証3回目になりますので、これラストにしたいと思います。さて出るでしょうか。攻撃ルーレット、赤いスープ、攻撃、運動アップ、
こうやられちゃいましたからね。まあそれに関しては関係ないとは思うんですけども、どうでしょうか。すごい、2体同時に使われたぞ。100円を入れるとポケモンを連れて帰れる。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。やった、トランペットレベルだ。周りのポケモンがおたけびを引きつけた。続けられるよ。2回目のバトル、連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復、バトルスタート。ゴールレバーで応援するポケモンを選ぼう。ボタンを押しまくって相手に追いつけ。味方の攻撃、セット技チャンス。ポケモンマルチスキャナーの上にポケモンセットパワーリング。画面に合わせて全力ポーズを決めてセットパワーを食べる。人影残ってる。黄色いマークを防御アップ。しまった。ボールレバーで応援するポケモンを選ぶ。ボタンを押しなく相手を引き離せ。味方の攻撃、攻撃ルーレット。赤いスプラ攻撃アップ。ポケモンが
けられるよ。お疲れ様。国防センターに戻ろう。いいバトルだったね。最後何か。よかったらこれ。いただきましょう。受け取ってよ。おめでとう。先方って帰ろう。ゴルタックでした。こちらのジャラコを使って3回連続メルタンが出たっていう、そんな話がありましたので、まあ、今回残念ながら出ませんでしたけども、まあ、ジャラコを使ったらメルタンが出るっていうね、信じるか信じないかはあなた次第です。それでは See you next movie!